今は特に付き合っている人はいません。なんていうか、これだって思う人が現れないもので、多分そんな人が現れたら即結婚しちゃうかもしれない。それまではインターネットでコミュニケーションっていう感じかな。前はテレクラとか伝言ダイヤルとかで相手を見つけていたんだけど、そこって危ない人が多いし、なんか強引にホテルに連れ込もうとする人なんかもいっぱいいて、最低なんですよね。でもインターネットだとチャットから始まってメールを交換するようになって、そんなやり取りの中で相手が大体どんな人なのか分かってくるんで、メールの内容が面白かったり趣味が一緒だったりすると会ってみたいなーなんて思います。でも相手には私の電話番号とか住んでいるところとかは絶対に教えません。メールアドレスだけですね。とりあえず今は一人一回きりっていうエッチライフを楽しんでいます。でもたまに「また会ってくれませんか?」なんていうメールを何度も送ってくる人もいるけど、そのたんびにメールアドレスは書いてます。